皆さんこんにちは。先週谷合参議院議員の話、皆さんからまた感想いただきました。どうもありがとうございました。もちろん全部はこちらに示せないんですけど、例えば法学研究会に所属している、ここに書いていただいている方、やっぱり難民を法的な国際法的な観点からやっぱり考えてみたいと言ったようなこと、しかし、まあ、受け入れがですね、政治的色彩ややっぱり差別色いろいろあるものだということで衝撃を受けられたとか、まあ、皆さんに共通して言えたのは、まあ、難民受け入れ、まあ、これが日本がこれほど低いとは思わなかったと。ただ、まあ、受け入れるにしてもですね、日本のようなかなり異なった生活環境、物価の高い場所、それから言葉の障壁といったようなものがあるところで、難民を受け入れるということがどこまでできるのか、またどういうことをしなければいけないのか、本当に皆さんなりにですね、いろいろ考えていただいたと思います。僕にとってもこの間のお話は非常に面白い話でした。皆さん面白いと思ったでしょ？ですよね。はい、ありがとうございます。それで実は今日ですけれども、いよいよ最後の授業になります。来週はですね、誠に申し訳ありませんが、大学の用務がございまして、23日からマラヤ大学というマレーシアへ行って、その後シンガポールへ回りまして、その翌週の月曜日にバンコクへ回ってきて、火曜日に帰ってくるということですので、24日は休校となります。でも皆さん十分いろいろな勉強されたと思うので、あえて代行はいたしませんということで、今日が最後の授業になります。で、まず今日ですね、最初にお話ししなければいけないのは、皆さんからですね、これまでの講師の方々で、特に下原さん、古川さんですね、それから大前さんにいろいろご質問をいただきました。でこれについて実は非常に丁寧なご回答をいただいたんですね。で従いまして、ちょっとそれについてですね、まず口頭でご説明をさせていただきます。でいろいろ皆さん職業上のですね、理由からコピーを配らせていただくのはなかなか難しいということもありますので、あえて口頭でのお話ということをご勘弁いただきたいと思います。で、まあ、皆さんからいただいた感想文の最後にですね、質問がついているのが多いので、質問のところを読みたいと思いますが、まあ、これは農学部の多分学生さんからの質問で、私自身は現在農学部に所属しており、将来は海外で食料生産や農業に関わる仕事をしたいと考えております。全くお二人とは違う分野での活動でありますけど、世界で働く人材という意味では大変参考になりました。今のうちから高い志望を持って前向きに努力していくことを始めたいと思います。で質問ですけども、今の仕事に就こうと思うまでにあった経験や本などがあれば教えていただきたいのです。ありがとうございますということでした。で下原さんの方からですけども、まあ、現在の職に就くまでにシンガポールで投資銀行業務やプライベートエクイティファンド P ファンドとプライベートエクイティですね、ファンドで、働く知り合いとの交流を通じ、どのような業務を行っているか理解を深めました。で投資銀行に関する本は多く出ていますが、業務を知る上では以下のような本を学生時代に読みました。黒木亮という方ですかね、私実は読んでないんですけど、獅子のごとく、巨大投資銀行と、この 2冊の本を勧めておられます。それから藤田博さんという方のですね、 M&A ドキュメント事業売却というご本も勧めておられます。もし漢字は分かりますわな、いうことでこんな本を勧められました。それから、
お二人がですね、入社してから留学経験などを、したことがある人と文献などから価値観を学んだ人で違いを感じたことはありますか。もしあれば具体的にどのような差となって現れると思いますか。よろしければ お答えください。また質問ですけど、 UBS の国際的な部門に入った後と前で自らの価値観がどう変わったのか、国際的な企業で活躍する立場から見て日本だけで活躍する企業に入りたいか、また入りたくないとしたら何が加われば働いてもよいと思えるかを聞いてみたいです。もしよろしければお答えください。いくつかの質問が入ってますね。でまず1番、留学経験等がある人と文献等から価値観を学んだ人とで違いを感じますか。これについてはですね、多様なパーソナリティを形作るものは必ずしも留学経験と実際に海外に行ったということがあるという経験のみではないと思います。UBS にはさまざまなバックグラウンドを持った社員が在籍しています。もともとフランス文学を専攻しその後会計士になった社員などですね、いうことを言っておられます。まあ、職務の点から言えば海外での勤務経験や留学経験を持つ社員は現地や相手側の招集官等についても一定程度知見があるため仕事がスムーズにはなると思います。それから UBS の投資銀行部門での勤務を経て自らの価値観がどう変わりましたか。学生時代にあったよりもより多くの世界を舞台に活躍する人物との接点が増え多くの刺激を受けています。日本人や外国人を含む今まで以上に世界とのコネクティビティを意識するようになったと感じます。で、これその次の質問ですね。日本だけで活躍する企業に入りたいか入りたくないとしたら何が加われば働いてもよいというのか、まあ、これはなかなかね、面白い質問です。日本だけで活躍する企業でも機会興味があれば働いてみたいと考えています。仕事をする相手や内容を考える際に検討するポイントは数多くあると思いますが、その中でも一緒に働く人がいかに面白いか、ベンチャー企業等の場合にはその仕事がいかにやりがいがあるかといった観点は非常に大切だと思います。今回の講義ではグローバル企業における戦略的キャリア向上との視点から講義を行わせていただきましたが、ご自身のキャリアを検討する際には今お伝えしたようなポイントをぜひ検討してもらえればと思いますということですね。でそれから、どれくらい忙しいですか、それからお金持ちに触れた感想はというのをありました。非常に、ウェルスマネジメントといってね、お金持ちを相手にするような商売ですかということですけど、実はお二人が捉えるのはいわゆる機関投資家が相手でして、まあ、生命保険会社とか年金基金とかですね、それやってる人が皆さんその億万長者ではないんですね。普通のサラリーマン的な人もやってるわけで、いわゆる富裕層の個人を顧客にするウェルスマネジメントではありませんということをおっしゃってます。それから忙しさですけど、まあ、これもね、いろいろ皆さんどんな仕事をしてるのかなということで興味があると思いますが、 M&A や資金調達等の案件は通常数ヶ月から数年に及び個別性が非常に高いです。忙しい時期には深夜まで働く日が何日間も続くこともあるという点では一般的な日系企業よりは忙しいと思いますということは言っておられました。それからですね、もう少し、面白いのは、ここ、時間がなくてできなかった質問を一つさせてくださいと。下原さんに伺いたいんだけど、京大法学部で学んだ国内法や政治学というのは UBS で働く上で役に立っているだろうか。私はまだ1年生、括弧法学部で自分がどうやっていることがどれくらい将来の基礎になっているか全くわからない、ですということでした。でこれに対して答えですけど、大学の授業という観点では国内法や政治学といった基礎的講座について
現在 UBS で働く上で必ずしも役に立っているとは言えない部分もあります。少し抽象的になりますが、さまざまな授業を履修しゼミに参加する過程を通じて議論の進め方、発表の仕方や物事の考え方、フレームワークを学べた点が現在の職務でも役に立っていると思います。こう言ってました。後でその後で私の授業のことにも触れてるんですが、ここは割愛しておきましょう。参考になったということを言ってます。で、実は私はこれについて、やや異議があります。後ほど述べますけれども、この法学のですね、基本的な考え方、これはおそらく多くの方々が将来役に立つと感じると思います。私自身も学生時代に商法とかですね、会社法をやりまして、後の人生でこれほど役に立った知識はないというぐらい役に立ちました。長い長い職業人生の中で、法的な問題にですね、私的あるいは公的に関与することは必ず出てきます。ですから決して無駄にはならないというふうに思っております。それから海外でのインターンシップということについてご質問が来ています。それから下原君は海外でインターンシップをやりました。でそれが今の仕事にどのように生きていますかというご質問です。でこれについてはですね、授業でも触れた通り、留学や海外でのインターンを通じて、異なる価値観や小観光の下で働くことの楽しさを感じました。今でも留学時代の友人、インターン中の同僚とは頻繁に意見を交換をしますし、常にアンテナを張っているという点では間接的かもしれませんが、今でも生きていると思いますということですね。ですからそういった後で、また首相は海外での留学やインターンシップに参加していなかった場合、支障があるかという質問について、支障は必ずしもなかったかもしれませんが、現在の職場に就こうという発想すらなかったかもしれませんということを述べておられます。から最後にですね、留学先を決定される際のお考えをもう少し詳しく伺いたいと思いましたと。で私には英語を学ぶなら英語圏の国の方が魅力的に思えるのですが、というようなことを書いております、おられます。でそれに対して古川さんの方からは、結果として父親がいるアメリカを留学先に選びましたが、それは交換留学も含めて選択肢がある中で、英語を学ぶ環境として教育制度がしっかりしていること、将来的にビジネスをする上で交流する可能性のある国での生活経験の2つのポイントを考慮した結果です。で島原さんの方は、留学先を決める際に考慮した点は、英語のみならず多言語も勉強できること、彼の場合はシンガポールに行ってますから、アジアの政治経済を集中的に勉強できる環境、異なるバックグラウンドの学生、人との接点がより多いと考えられる環境、最後に温かいところ、これよくわからないですが、そういうことを書いてます。で当時の京都大学の派遣留学制度では、ニュージーランド、ワシントン、これは DC だと思いますが、シンガポール、イギリスの中で決めようと考えており、上記の点に照らし合わせてシンガポールにしました。これが皆さんに対する質問に対する回答でした。それからもう一つですね、今度はブラジルについて話をされた大前さんなんですけど、ちょっと長くなるので少し端折りますけども、ご質問はですね、ブラジルは世界の食糧基地である、食物の安定供給という点でブラジルはこれからの日本にとってますます重要なパートナーになるだろうと。しかし日本国内の農業はどうなるのだろうか。少し話題がそれるかもしれないが、日本の TPP 参加について大前先生がどのように考えているか聞きたいと思った。でこれに対して1ページ近いお答えが来ています。でかいつまんで言いますと、日米両国で世界経済の4割を占める中で TPP 交渉への参加は必須だと。それから農業、医療などへの打撃で、TPP への参加で恩恵を受ける産業が支援すべきだと。日本の企業が外へ出ていくことは止められないけれども、雇用はついていけない。海外の需要を取り込む新たな国内産業政策を打つべきである。
で消費税の使い方も新たな医療、新たな農業の仕組み作りに使うべきで、それをまた財界が支援するということが良いだろうと書かれています。それから TPP をはじめとした通商交渉の遅れが日本企業の国際競争力を弱めている。で同じ条件、競争条件さえあれば日本のいい商品、高い技術力、優れたサービスは十分海外でも戦えるということ。だから農業の法人化、大規模化等により三ちゃん農業から出して生産効率の向上と生産コストの低減を進めれば十分輸入食料に対抗可能な競争力のある日本の農業を再生できると信じているということを言っています。まあ、他にも構造改革のことを述べられていますが、それからその次がですね、これ面白い質問ですね。ブラジルは人種のるつぼと呼ばれるほどの多民族国家において、なぜ民族間抗争や内戦が起きないんでしょうか。何か特別な国の政策でもあるかということを聞かれています。でこれについては、彼はブラジルは多民族国家といっても、植民地時代白人、インディオ、黒人などが混血を繰り返して多様な身体的特徴を持つ人々がお互いにうまく共存して生活し、伝統的に世界中の民族、文化、宗教を受け入れた多様な価値観の社会が形成されているということ。それからブラジルは移民国家でありまして、民族間紛争や内戦の原因となる土着の民族は少数の民族のインディオを除いて存在しないこと。それからボルトガルの後順次移民してきたイタリア、ドイツ、東欧系など国民の大半がヨーロッパ系の人であり、それなりの多様性はあるが、ギリシャ・ローマ文明、キリスト教といった共通の基盤を持っていること、いうようなことを述べられています。それから、その次いきまして、ブリックスの中でインドや中国に比べてブラジルは環境問題、例えば大気汚染や水質汚染などの問題が少ないように思われる。それはブラジルの電力のうちクリーンな水力発電が大きな役割を占めているからなのか、それとも国としての政策なのか。でこれについてはですね、こう述べられても開発は必然的に環境破壊を伴う、ブラジルもその例外ではなくて、植民以降砂糖、金、コーヒーなど幾多の経済政策サイクルを経るたびに広大な森林が失われ、また大規模な牧畜、高原資源が、鉱物資源が開発の中心となったアマゾンも広範囲の森林破壊を招いた。さらに東北部などの貧困地域からリオ・サンパルなどの大都市への大規模な人口移動に対応した雇用の喪失、インフラの整備が追いつかず、かつ工業の集積、モータリゼーションの進展、消費スタイルの変化などが大都市の大気水汚染、ゴミ問題などを深刻化させた。で環境よりも開発を優先するブラジルの基本的スタンスは現在でも大きくは変わっていないが、一方で環境保護への取り組みも強化されつつあり、保護のための法律制定、行政組織の整備を進め、環境基本法の制定、森林保全のためのゾーニング、保全区の設定、都市環境整備の設定、ライセンスと環境アセスメント制度、環境犯罪法の制定などを行っていると。でこの後、ブラジルのいろんな環境行政の機関としてですね、環境再生可能天然資源院というものを設立し、また92年にはリオにおいて国連環境開発会議が開催され、アジェンダ21という国際的な、環境開発のためのリオ宣言というものを出されたというようなことが述べられています。いろんな問題が生じてきていることは間違いないんですけれども、それに対して、徐々にではあるけれども環境保全の動きもあるといったようなことを述べられています。以上のようなことでですね、皆さんの質問に対して講師の方々から回答が来ていました。それをご紹介しておくのが、礼儀だと思いますのでご紹介をしておきます。というところで、いよいよ最後の授業ですから、
まあ、簡単に、まあ、今回の一連の講義のレビューとさせていただいて、それから、まあ、多少私も皆さんよりは年が上ですので、ぜひここでメッセージを述べさせていただきたいと思います。なかなか普段お話のできないような話もあります。でまず授業のレビューですけども、これ最初の時のスライドの一部であります。でグローバリゼーションが進む。で今回のさまざまな皆さんの講義聞かれて、まあ、多分最初に述べておった、これらのポイントっていうのはその通りじゃないかなと思われたと思うんですけども、やっぱり我々はそのグローバリゼーションの渦中に生きざるを得ない。で、まあ、平野さんが言ってましたけど、どうせその渦中から逃げられないんだったらやっぱりそれを前向きに捉えて楽しもうじゃないかということだろうと思います。でグローバリゼーションは何か。でこれはもう、これについては最初の時話したしましたし、これからあと何枚かのスライドに出てきますが、皆さん、ご覧いただいて分かるように非常に多面的な影響をさまざまな分野で与えているということだろうと思います。でその中でグローバルな人材とは何か。これはいろんな見方がありますね。科学の分野でもあるでしょうし、産業の分野でもあるでしょうし、まあ、寛解の分野でもあるでしょうし、あるいは先週お聞きになったように政治科の分野でも多分こういうものがあるだろうと。で今のグローバリゼーションの中で、まあ、単に国の中だけでなくて世界的な視野を持つということがお分かり、なんとなく実感いただけたんじゃないかなというふうに思います。で授業の目的2つありました。グローバル社会について議論を深め、自らの言葉で語れるようになる。まあ、まだ皆さんお若いので、これからですけれども、なんとなく今日本の社会なり大学なりさまざまなものが直面しているグローバル社会、これを、まあ、ここで感じていただいたと思うし、まあ、何分幾分ないと自らの言葉で語られるようになっているのではないかなというふうに思います。からグローバル社会で必要な技能、知識、技能、資質を理解し、まあ、これはそれこそこれは何を将来やっていくか、何を目標にするか全く異なることではありますが、まあ、必要な学問なり、あるいは、言語の勉強、まあ、そういったこともいろいろ考えていただいたのではないかと思います。で最初に申し上げた通り、大きな視点で考えてもらいたいというのが私最初に申し上げました。単に就職のための講義ではない。自分の大きなキャリアを考えて、それも人生の目標とかですね、大きな視点で考えてもらいたい。単に自分の身の回りだけでなくて、例えば地球の反対側の国で何が起こっているか、まあ、そんな中でこの国が一体どういうふうに生きていくのかと、あるいは単に日本の話だけでなくてですね、先週あったように世界の貧困、あるいは北野さんの話にもあったけど、援助を日本は、まあ、少しずつ減らしてきてる、かなり減らしてきてるわけですね。で本当にそれでいいのかといったような、世界の貧困、あるいは世界の政治的な問題、こういったものを考える、やっぱりそういう大きな視点も持ってもらいたかった。それから最初の授業で安藤さんが数学の研究のために欧州へ行かれている話がありました。皆さんスカイプでいろいろご質問されて面白かったと思うんですけど、やっぱりああいうまあ、数学も、まあ、科学の代表的な一分野ですけど、別に数学に限らず、科学というものが人類にどういう貢献をしては、それが、そのために何をすればいいのか、ここで将来科学者になり、
学者として生きていきたいと考えた方もあると思うんで、まあ、そんなようなこともぜひ考えていただきたいと思いました。で、グローバルであるために、で、私最初に申し上げたけど、アカデミックなバックグラウンドの必要性ということは繰り返し申し上げますが、非常に大事です。で、その話をもう少し後で私のメッセージとして申し上げたい。で、グローバリゼーションの定義、これ皆さんもう一度考えてみてください。で、私は最初に申し上げた通り、バグワッティの定義っていうのはここで英語で書いてあります。エコノミック・グローバライゼーション constitutes integration of national economies into the international economy through trade, direct foreign investment by corporations and multinationals, short-term capital flows, international flows of workers and humanity generally, and flows of technology. いろいろなこういういわゆるリソース、資本もそうですし、人間、これは flows of workers というときに必ずしもその高級労働者だけではない、いわゆる肉体的な労働をする人、あるいは移民とかですね、そういったものも含めた人の流れ、このヒューマニティ、そうですね、and flows of technology、技術、もちろんサイエンスもその一部だと思いますが、そういったもの、それからトレード&インベストメントですね、こういったものを通じて、国際的な、例えば経済であれば国際経済にインテグレートされていくものがグローバライゼーションだということを彼は、バグワッティの定義では言ってますが、これ皆さんそれぞれの分野でいろんな見方があると思います。これをもう一度どう定義するか、ぜひ考えてもらいたいと思います。まあここでの講義11回を通じまして、いろんな方々の話からありましたように、まあ、ここに4つぐらいの大きな特色が書いてございます。脱量とか、まあ、国境が意味をなくなるから国の文化間の相互依存関係の進化で社会活動が加速化して、まあ、スピードが上がる、まあ、それはいい面と悪い面とあるわけですが、それから社会の多面にわたる人々のあらゆる面に及んでくるということです。で、一つ皆さんの感想を読んでいる中にですね、面白い部分がありました。グローバライゼーションの中で、国境がだんだんなくなる、あるいは意味がなくなる、一番に書いてある。じゃあ国は一体どういう役割を果たすんだろうということですね。これについて皆さん何か考えましたか。今回のいろんな一連の講義を聞いていて、国というのは、まあ、一体どういう役割をこのグローバライゼーションの中で持つんだろう。何か考えたことのある方いるかな。ねえ、国というものが今後グローバライゼーションの中でだん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 その意味を失っていくんだろうか。どうですか。はい、どうぞ。まとめて言うと、全体の底を支えるような事業というのを国はやっていかなきゃいけないんじゃないかと思います。例えば、先ほど農業の話したときに、その国が農業を支援しなければならないというふうに言いましたけど、まあ、例えばその日本では言ったら、そのグローバリゼーションの中でも、だとしたら農業は、まあ、こう下り坂になるのは、まあ、しょうがないんじゃないかというところが出てきていて、で、そこを支えなければ、全体の労働者であるとか、日本の人々の生活であるとか、そういうものが必ずしも、なんだろうな、大部分 60% 守れるわけではないので、その大部分をカバーしていくために、日本は、なんだろう、社会保障であるとか、それらの産業支援であるとか、あと科学の基礎的な部分での支援であるとか、そのような、そこを支えるような事業というものを国はやっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。
グローバリゼーションの中でも国の役割っていうのはおそらくよく分かりませんが、まあおそらくあと数十年間国の役割というのは大きくなることはあっても僕は小さくならないというふうに思う時があります。もちろん新しいいろんな試みが行われているんです。世界ではね、平野君が言ってたけど、一つ EU というのがありますね、ヨーロッパ連合ね。であれは彼が言ってた通り、国というもののやっぱり限界を乗り越えて新しい共同体を作っていこうという新しい試みですよね。でそれが最も進んでいる地域だろうと思います。第一次世界大戦、第二次世界大戦がヨーロッパで起こって、それを乗り越えよう。でちょっとですね、ここで少し話を、少しその辺をさせてもらうと、私自身もドイツに10年住んだので、でよく日本ではね、欧州統合はフランスがドイツを抑えるために行ったことだっていうことを聞いたことありますか？でドイツにいますとね、私逆に見えてくるんですよ。面白いんです。決してフランスだけのイニシアティブがあったんじゃないんです。ドイツの側からは実は欧州統合を進める非常に強いインセンティブ、イニシアティブを起こすですね、理由があったんですね。それは何だと思いますか？ドイツが欧州統合に入らないとどうしても当時の西ドイツが実現できなかったこと、それは何だと思います？でそれが実は1950年からぐらいから、要するに戦争の後のドイツにとって至上命題だったのね。それは東ドイツとの統合です。第二次世界大戦が終わった後で東西ドイツを分割しましたね。でその時に強いドイツは困るということで、いわゆる連合国側はね、ドイツを分断したわけです。で片側はソビエト連邦の東の方に入り、西側は西ドイツということになったんですけど、当然まあドイツ人、今のおそらく朝鮮の方も同じだと思うけど、なんとか統一したいと、国をいう気持ちがすごくあるんですね。ところがそれを実現するためにはフランスだとかアメリカだとかロシア、まあ当時はソビエト、こういった国々にドイツが統合されても安全だということをね、納得させないといけないですね。でそこでドイツ人が考えたのは、ならば欧州という大きな統合体を作って、その中に両方のドイツを入れてしまって、それで統一するんだ。でこうすれば周りの国は欧州連合という非常に強いですね、牽制力のある中にドイツが入ることによって、それで統合が可能になる。これは1950年にゲンシャーという外務大臣がずっとその演説をしています。その文脈の中に書かれている。ですから1950年から実はドイツの方はですね、50年代から EU を統合して、その中で東西ドイツを統合しよう、フランスの方はフランスの方で強いドイツを抑えるためにはどうしたらいいか、これは欧州連合を作ってドイツを取り込むことということでですね、彼の言ってた通りそう簡単な話ではなかったと思います。でそういう EU の中ではおそらく国の役割はだんだん小さくなっていく。しかしそういう統合が、合意が出来上がったような形で出来上がっているのは今のところおそらく EU だけであろうと思います。そんな中でなかなか国の役割というのはですね、小さくはならない。ご存知の通り、国が弱くなるとかえっていろいろな紛争が増えたりですね、また問題も出てくるわけですね。したがって私はそう簡単な話ではないのかなというふうに思っています。まあ、グローバリゼーションの歴史についてはすでにここでお話ししました。もう一度レビューをしていただきたいと思いますね。まあ、国境というものが近代主権国家が成立する中で出来上がって、
それから新しい世界秩序が出来上がる。しかし今おそらく、第3の、グローバライゼーションと言ってますけども、新しい動きが起こっているということであります。アメリカを中心としたパクスアメリカーナの第二次世界大戦の後の秩序がおそらくそれを超えるような新しい技術、例えばコンピューターネットワーク、人口移動、国際社会の構成主体に対応かといったようなことが起こってきて、で、ここでの講義11の人の方々講義で、いろんな分野でグローバライゼーションが進んでいるということは強く感じられたと思います。少しレビューしてみましょうか。あ、その前に、グローバライゼーションの批判、これは先週の、谷合先生の話とか、あるいは北野先生の話とか、やっぱりグローバライゼーションの負の側面というのはあるわけですね。ある意味で移民問題あるいは難民問題もその一部かもしれない思います。でこういった見方を忘れないでいただきたいというふうに思います。でちょっと、講義をもう一回レビューしてみましょう。皆さんいろんな方々が来られて楽しかったと思いますが、まず安藤さん、私が一方的に話してもしょうがないので、どうでしたか安藤さんの講義、皆さんどんなところが印象に残ってますか。どうです、安藤さん。なんか楽しそうでしたね。彼は本当に素晴らしい方で、こう自分の夢が出来上がったらそれを夢を実現するためにね、こう何者も恐れず取り組んでいかれるということで、ぜひですね、科学を目指す方は、こういうものを考えていただいたらいいなと思いながら僕も聞いてました。次の西澤さんですが、いかがですか。皆さん西澤さんの声聞いて面白かったと思われた方、どうです、手を挙げてください。どうです、刺激的だったね。僕も西澤先生というのはここで初めてお目にかかりました。あの日が初めての出会いだったんですけど、私よりも少しというか、かなりお年上だと思うんだけれど、本当に夢に向かってね、邁進される素晴らしい方だったと思います。それで実はこれについてですね、私ちょっとこの2日ほど前に非常に面白い経験をしました。皆さん何て言ったかな、オタクオロジーって言葉知ってます。オタクオロジー知ってます。オタクオロジー、オタクオロジーかオタコロジーか、ちょっと私もだんだん自信がなくなってきましたけど、実はハイデルベルグ大学のですね、ドイツ人の若い研究者の人が、3日前に僕の部屋にやってきました。これハイデルベルグ大学と京都大学は、非常に多くの面で研究協力をしています。京都大学はですね、ハイデルベルグ大学ってドイツのおそらくトップクラスの、間違いなくトップないしトップから3つ以内の素晴らしい大学ですけど、京都大学はハイデルベルグ大学が初めて日本の大学と国いわゆる学術交流協定、大学の間で学術の交流をしましょうということを定めるですね、契約書があるんですね。そういう覚書を初めて結んだ、ハイデルベルからすると日本の大学でどこでそういう交渉をするかというときに初めてですね、選んだのが京都大学でした。そんなこともあって、長い長い協力関係にあります。で実はそこの若いですね、研究者の方が来られまして、で今年の今月末までハイデルベルグ大学から来られて、うちの文学研究科で、社会学の研究をされて、
で、彼の研究の今回のテーマはオタクの研究だよ。オタク。それでですね、オタクを話というので、僕もオタクっていうので初めてそういうで、オタクオロジーという言葉があるんですって。つまり日本のオタクがもう世界的な研究用分野になっていて、そのオタクを研究するのはオタクオロジーで、これは英語で何て言うのかって聞いたら、ナードと言うんだそうです。ナード。あ、止まんなくなっちゃった。渡部先生いいですよね、ナードね。NERD。僕も初めて聞きました。ちょっと皆さんね、辞書あったら引いてみてください。NERD。で、この言葉がね、大体日本のオタクにぴったりなそうです。英語の言葉で。で、どういう言葉かっていうと、アメリカの高校やなんかでオタッキーに、例えばコンピューターとかプログラミングとかですね、ハッキングとかですね、彼女もない、まあ、悪い意味じゃなくてハマってる人、それからスポーツ、こういうのにハマってる人をナードと言ったそうです。で、その言葉が今は国際的にオタクを示す言葉になってる。で、それじゃあですね、ドイツ語でオタクって言葉あるのって言ったら、彼はないって言ってました。僕もドイツに長く住んだんですけど、あんまり聞いたことがなかったんで、どうですかって言ったら、ないと。で、このナードが実はドイツでもオタクのを意味する言葉になっている。だけど、それを研究する分野はオタクのオタコロジーって言ったかな、いうことになっていて、それについての学会が世界的にあるんだそうです。あるんです。それでその次に私が聞いたのは、それではドイツで一番人気のある漫画は今何ですかと聞いたんですよ。何だと思う？そう、ナルトだそうです。で、私はナルトを読んだことも見たこともなかったので、早速その日電子書籍でナルトを買って読み始めました。面白い。読んでます？いや、まさかね、そのナルトの話がそのドイツの人から出ると思わなかったので。で、もう一つ言うと、ドイツのオタク、漫画オタクは本をですね、漫画っていうのはどっちから開きます？ん？左から右、右から左。こうだよな。左から右ですよね。で、英語の本はどっちからどっちですか？普通はこれも右から左ですな。だから日本語の本と英語の本は逆なんですよ。で、漫画はどっちからですか？漫画は日本語の本だから左から右ですね。右から左じゃない。で、普通はドイツの漫画は昔からはこっちからこっちやる、英語と同じ開き方だったんですけど、本当のやっぱりオタクの漫画好きは絶対にそれを嫌がるんだそうです。で、日本と同じように左から右を好むということも聞きました。で、彼は日本語がペラペラですから、僕は全部日本語でやってたんですけど、最後に、じゃあナードについての論文は何語で書くんですか？で、彼は東京のですね、大谷文庫っていう、あらゆる雑誌が揃えてあるような大変なライブラリーがあるんですけど、そこへ行って、昭和30年代、40年代、50年代、全部の雑誌を読んで、オタクっていう言葉を探したんだそうです。で、オタクの意味がどういうふうに変わってきたか。で、その成果をこのナードについて書くときには、実はオタクノロジーの雑誌に英語で発表するということです。で、私その話を聞いてですね、この
安藤さんの話も思い出しながら、あるいは西澤先生の話を話しながら思い出したんですけども、やっぱりこれからの学問っていうのは、仮に日本社会、日本の文化を考えるときも、やっぱり国際的なもう連携っていうものを外れてはですね、多分議論ができないんだろうなっていうふうに思いました。で、ですからぜひこれは理系に限らず文系の方もですね、いろいろな問題を考えるときに、そういった国際連携の視点、こういったものを忘れないでもらいたいなというふうに思います。それを西澤先生の話を思い出しながらですね、やっぱりサブカルチャー、日本のサブカルチャーの伝播力というのはですね、大変なものがあるなというふうに思った次第です。まあ、ソニーの米田先生、それから小沢先生、こちらは本当に産業界を代表するような企業で働いておられる方々、小沢さんは特にまたその産業、その会社を率いておられる方で、小林先生に授業をいただきましたけど、皆さんお気になったように、なぜ日本の企業が海外に進出をしなければいけないのか、でまたソニーは、いろいろソニーさんも苦労してますけど、しかし驚きを例えば作る、新しいやはり革新というものを試みておられる、でそんな中でグローバルな視点ということがお分かりいただいたと思います。中村さん、中村さんの話、これも皆さん覚えておられますね。中村さんの話で何が印象に残りましたか。そうですね、留学でものすごく苦労して、しかし非常にたくさんの友人を作っておられましたね。これは僕も驚きました。私は金融界にいたもんですから、あれほどまでにいろんなお付き合いをされて今でも仲良くしておられるというのはですね、僕はとてもあんなことできません。非常に感心をしました。でぜひ皆さんもですね、ああいう友人を、作っていただきたいと思います。で友人を作るということはやっぱりいろいろな配慮がいるんだと思います。で例えば東北大震災か、東北大震災の時も私それ思ったんですが、20年近く会っていないドイツの友人から、オフィスに電話がかかってきました。で大丈夫か、たまたま僕はその日バンコックに出張していたので、東北大震災が起こった時ですね、で向こうの空港で東北大震災を見たんです。仙台の平野がざーっとこう、なんていうんですか、津波で押し流されるところで、月曜日にオフィスで出てきましたら、オフィスにメモが置いてあって、あなた のドイツの友人から電話があったということです。でもうこれはとっても嬉しかったですね。やっぱりそういうその配慮っていうんですか、がやっぱり友達を作るっていうことすごく大事だと思います。ぜひこの中村さんのですね話、よく覚え出していただきたいなと思います。秋元さんの話はこれは007ではないけれど、やっぱりなかなかワシントン DC を舞台にですね、活発な情報合戦が行われている、インテリジェントとインフォメーションの差は何かといったような非常に面白い話でした。僕にとっても今まで知らない世界でした。皆さんにも面白かったんじゃないかなというふうに期待しております。あと平野さん、平野さん日本を代表する金融マンの実は一人なんですけど、彼からも極めて率直な話を聞かれたと思います。特にグローバリゼーションと、そのグローバリゼーションの中でどうしても外と、失礼、国内で、貧困の差っていうのが出てくる。もうこれはですね、ある意味でやむを得ない。これは僕も国際いろいろ経済学をやってますけれど、それは避けて通れないんですね。でその時に大事なのはやっぱりリディストリビューション、所得再分配をどう行うかっていうことが経済学的には大事なんですね。でそのためにはしかし豊かな
富を作らなければいけないというのが彼のメッセージだったと思います。でそのメッセージの中で、皆さんみたいなリーダーの方々に、これは別に学者やったら富ができないわけではなくて、やっぱり国全体が元気が出る、こういったことを期待してたんだと思います。大前さんのブラジルの話、食料、世界の食料庫としてのブラジルということで大変に面白いお話でしたし、北野さんの日中韓のお話、島原さんの話、それから谷愛先生の話と、なかなか皆さんにですね参考になったんじゃないかなというふうに期待しています。で、私からですねこの講義を終えるにあたって、いくつかのぜひぜひ人生の先輩としてお話しておきたいことがありますので、これはアカデミックでは関心もないけれど聞いていただきたいと思います。で一つは英語や外国を学ぶ、これはですねすごく大事です。よく言われる英語ができたって国際的とは限らないということを言われる方がいますが、私はちょっと違う考え方を持っています。言葉はですねやっぱり外国語運用力っていうのは必要な道具なんですね。どんなに日本の中でえばっていたって、やっぱり外国の方と話をして相手を説得できなければ、それは単に空えばりになってしまう、そういう時代だろうと思います。で、これ決して流暢である必要はないと思いますが、やっぱり英語の運用力というものを磨く必要があります。それで、少しここでもこの話しておきましょう。私が皆さんにぜひ読んでいただきたい本があります。図書館にもあると思うので、なければ、古本屋で探してもいいと思いますけど、英語の話し方、国広さんという方です。国広正夫、英語の学び方、英語の話し方、ごめんなさい、英語の話し方だ、学び方ではありません。本の名前が間違えてます、失礼しました。これは私が読んだ中で最もプラクティカルな本、何かっていうとこういうことです。詩巻朗読ということを彼は言っています。詩巻多座というのは、これは座禅をですねずっと組むという、多分禅の用語だと思いますけども、それと同じようにとにかく声に出して読めと、英語で、それがですね英語を最もうまくなる、そしていざという時に困らない方法だということをこの本の中で言っています。でこれはですねやってみると分かります。例えばここにある英語の本を最初からずっと読んでいきます。で戻らないで読んでいきます、大きい声で。そうするとですねその次に書いてあるように直読直解になります。直読直解っていうのは何かっていうと、関係代名詞があるから前へ戻ってとかそういうことしない。 This is a pen which I bought in the 何ですか in the nearby shop と、私がこのペンを近くの店で買った、近くの店で私が買ったペンです、とこのペンはというような理解の仕方はしないで、英語で理解する。 This is a pen that I bought in the nearby shop。 もう次の文章に移りますね。 That pen is a blue pen とかなんとかって、こういうどん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 続いていくわけです。それをやりなさいと。で皆さんがこれから勉強すべきは翻訳する力ではなくて、英語を英語で聞いて、そして英語で答えるという、英語でのものを考える力です。でこれはなぜ僕がそう言うかっていうと、まず国際会議だとかいろいろな会話をしていて、おそらく日本語に翻訳してたら間に合わないんですよ。必ず英語で答えたら英語で理解して英語で答える。でこれは訓練の問題、訓練すれば必ずできるようになります。でなぜ私がそれを確信を持っているかっていうと、僕がフランクフルトでビジネスをしていたときに、私のビジネスは
為替のディールをやっていました。為替のディールというのはですね、皆さんテレビなんかで見ると思うけど、1秒間にというかあるニュースが出たときに瞬時に買うか売るかを決めないといけないんですよ。でその瞬間に100万ドルとか1000万ドルとかですね、ドルを買ったり売ったりするんですね。でその時に考えている用語はその聞いた言葉です。ですから例えば相手が英語で喋っていて、私が日本語にいちいち翻訳してたらもうそれでおしまい。ですから英語で聞いたものは英語で答える、英語で考える。ところがドイツですからドイツ語でやることもある。その時はドイツ語はドイツ語で考える、日本語は日本語で考える。でこの訓練を繰り返しているとですね、自然にできるようになるんですよ。ですから今は僕は日本語で考えてますけど、英語で喋り始めたら英語に切り替わるんですね。でそういったことをこの大きな声で文章をどんどん読んでいくということをやりなさいということを彼は言っています。で、まあ、そういったことで最後彼が言っているのは、英語ができないことを他人のせいにするな。そうなんです。皆さんはもう今最も恵まれた英語環境にあります。ですから絶対にその私は英語ができないのは人のせいだというのはもはや間違いであります。なぜか、皆さんの前にはインターネットという非常に便利な道具があります。この中でポッドキャスティングを使っている人いますか？ポッドキャスティング知ってる？知ってる人何ですか？ポッドキャスティング、あなたが答えた。お、名前聞いたことある。ポッドキャスティングというのはあなた方がパソコンでもいいんですけど、できるだけ iPhone とか iPad でとかそういうのに、例えばですね、これあれないな、じゃあ一つ言ってみましょう。いいですか？これから BBC の、 ブリティッシュブロの、英国の BBC、 これに行ってみましょう。そしてここに行っていただいてですね、ポッドキャスティングという言葉を入れます。いいですか？ポッドキャスティング、はい、そうするとポッドキャスティング本というのが出ます。でこのポッドキャストホームページに行っていただきます。はい、そうすると BBC がやっている放送が全部出てきます。あるいはそのポッドキャストのプログラムが出てきます。でこの中で自分の好きな番組を聞くことができます。いいですか？そうすると例えば BBC で私が一番よく聞くのはですね、ワールドサービスというところです。ここにワールドサービスというのがあります。 Find a podcast by radio station or genre というのがありまして、ここのワールドサービス行くと、はい、ここにですね BBC のいろんな番組が出てきました。で私が毎日聞くのはこれです。これはグローバルニュースといって、英語のニュースを30分間毎日だいたい30分流しています。これが1月の17日ですね。で27分でこれをクリックすると、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。
ということ。それで、これをですね、iPod とか、ソニーのウォークマンとか、それからもちろん iPhone だとか、Android だとか、もうみんなこういうものをですね、自動的にダウンロードする機能を持っています。で、したがって時間がある、暇のあるときにですね、電車の中や、まあ自転車乗りながら危険ですけど、何かしながらですね、ながらでもいいから聞いてみるということです。で、ぜひですね、それをやっていただきたい。で、僕らが子供の頃、高校生の頃ですね、困ったのは生の英語を聞くチャンスがなかったんですよ。で、1日にそのわずか5分か10分のですね、英語ニュースをなんとかラジオで探して聞くっていうぐらいが、チャンスでした。しかし今もう世界中が、これは BBC ですけど VOA もあるし NHK もあるし、みんな英語でそういう放送を流して、それをポッドキャスティングを通じて自動的にあなた方の、機械にダウンロードできます。そういったことをですね、ぜひやっていた。で、最初今の聞き取れなかったと思います、家内の方は。しかしこれを3ヶ月続けると、まずほとんどのニュースが聞き取れるようになると思います。そしてあと大きな声で毎日何らかの文章を後ろに帰らないで直読するということをぜひやっていただきたい。それだけで英語の力は全く変わってきます。で、それからもう一つ、日本文化、仮に日本文化を研究する方々でも、先ほども申し上げたように、もはや国際的にオタクの研究をしている人たちがなーとついて、英語で論文を書く時代になっているんですね。そんな時代ですから、ぜひやっぱり必要性を感じていただきたい。それから次に行きます。学問の勧め、よくですね、世の中に学問、大学での学問は役に立たんという方がおられます。よく言いますね、大人でサラリーマン、典型的には。これは全くの私に言われば嘘であります。今からして思うに、あらゆる勉強、挫折も含めて、大学でやったことは役に立ちました。で、自信を持っています。皆さんも今やってるいろんな勉強、間違いなく人生の中で役に立ちます。例えば、私が最もですね、よくっていうか、よくっていうよりは、思うのはマックス・ウェーバーというドイツの社会学者、経済学者、まあ知の巨、まあ、なんていうかな、知の巨頭と言っていいと思いますけど、その人が書いてる職業としての学問、このぐらいの薄い本です。これは職業としての政治ですけど、言わない文庫にあります。これを一生の中に何回読んだことか。最初に読んだのは大学2年の時でした。で、その時 の一般教養科目に、渡辺先生という先生がいて、職業としての、学問という本を読みました。で、それ以来何回となく読んでいます。で、京都大学に来てこういう教壇に立った時ですね、もそうですけども、それ以前に世界のいろんな国々で働いているときに、いつもこの本のことを思えていました。なぜか、これ僕はぜひここを、よく聞いていただきたいんだけど、自分の価値観をですね、相対化するっていうことができるんですよ、この本を読むと。つまり我々の持ってる価値観が絶対的なものではない。で、マックス・ウェーバーが言っているのは、この教壇に立ったときに自分の価値観を学生に押し付けてはいけない。何を我々はやらなければいけないかというと、自分の価値観を客観的に描き出す。他の価値観も客観的に描き出す。それが一つの職業としての 学者、学問のあり方だ。で、これは学者にこだわらない、限らないですね、というふうに私は思います。で、まあ、もちろんそれ以外にも商法、民法、役に立ちました。で、そういったものをですね、後にして思うに、積み重ねてきたということが、今いろんな国に行って
私としては勉強になるなと。で、一つですね、その絡みでおすすめしておきたい本があります。ぜひ春休みでも読んでいただきたいと思います。それは青木保という人、聞いたことあるかな。入試なんかによく出るらしいんで、私の家内は昔世界史の先生を高校でやってたことがあるので、彼女から聞くんですけど、この2冊ですね、岩波新書からいずれも出ています。一つが多文化世界で、もう一つが異文化理解。これは青木保という非常に巧妙な、この人は何なんだろう、文化人類学者だったかな。そうですね、文化人類学を専攻されて東大阪大等におられた先生ですけど、この人はですね、実はタイのお坊さんの修行をやるんですよ。で、山陽観察法という方が異文化理解の方法があるらしいんですけど、それを実践されるんですね。で、こういう本を読むと、やっぱり異なる価値観、異なる社会風習の中でどう社会を理解していくかといったようなことが分かってきます。そういったその基礎的な考え方をですね、さあ僕にとってはこのマックス・ウェーバーの本は作ってくれたと思います。で、そういうものがないと、おそらくいろいろな国のいろいろな価値観にあったときに、なんだろうというふうに思うことがあります。例えば私はドイツとニューヨークにいたんですけど、はっきり言ってドイツとかニューヨークは近代的な資本主義の社会ですから、はっきり言ってあまり我々と物事の考え方は変わりませんでした。しかしベトナムとかですね、そういったところへ行って、ある意味で我々が100年前に持ってたような価値体系とあったときに、あるいはサウジアラビアとかですね、イスラムの世界とあったときに、こういった本を読んでた、こういったその価値の客観的な考え方を考えるということが非常に大事になってくると思います。で、例えばですね、マックス・ウェーバーの本でもう一つぐらいお勧めしておくとすると、これは大著ですけど、ヒンズー教と仏教といったような本もあります。ヒンズー教というのはよくわからない不思議な宗教です。しかしそういったものをぜひぜひ学んでいただきたいというふうに思います。で、ここでいろいろ講義していただいたことは、みんなビジネスにやや近いことが多くて、皆さんも少しへきへきしたみたいだけど、実益のみならず、やっぱり哲学などの基礎的な教養、こういったものがすごく大事だと思います。昨日も教育学研究家の斉藤先生と話したんですが、例えばサルトルのですね、哲学だとか、そういったことをぜひまた僕なんかはすごくそれが今も役に立っています。自分を支えるという意味でね。さて、個人と国家、これはもう時間がないので、で、最後に外国人との接し方。私は国際交流センターで多くの外国人と接しています。そしてまた皆さんの方からですね、どうやって外国の学生さんと付き合ったらいいんですかっていう質問を、されることがあります。で、私が今日申し上げたいのは、話さないとやっぱりわからない。で、僕の開発経済学の授業では、できるだけ外国人学生と日本人学生が組になってもらって発表をするということをやっていますが、仮にちょっとおかしいかなと思うようなことでも、とにかく話をしてみるということが異文化間では僕は大事だと思っています。もし間違ったらば、それをまた修正していけばいいので、だんまり、言葉ができないから喋らないとかですね、そういったことはぜひぜひ避けたいと思いますね。それから、非常にバカな話みたいに見えるんですけど、これはぜひ覚えてください。挨拶のすすめ。
皆さん、朝皆さんの友達と会った時に何て言いますか。朝教室でおはようだよね。でも言う？意外に言わないんだよ。普通ね、朝例えば会うでしょ、おはようって言うよね。言いますか？いつも言う？言わないでしょ。これね、ちょっとやばいんですよ。僕がニューヨークで働いてる時に部下がいました。当然何人か、その頃僕はまだ若かったから部下が 3,4 人しかいない。で、日本人とアメリカ人の混成チームでした。日本から赴任してきた若い人はそこへ入ります。で、彼は朝来ます。何も挨拶しない。で、いきなりですね、自分の机座って、まあ、当時私は金融派生商品デリバティブっていうのをやってたんで、商品設計のためにパソコンが置いてあるね。で、その前でいろんなスプレッドシート作って、いきなりそこへ座って自分の仕事を始めます。周りにアメリカ人の コリーグ仲間がいるのね。で、私彼を呼びまして、なんで挨拶せんねんやと。で、実は日本のオフィス行くと結構それが多いんですよ、日本の社会では。で、実はマンションに行っても、僕が今あるマンションに住んだけど、結構挨拶しない人います。私は朝ランニング5キロするのが趣味でして、するんですけど、朝ランニングしてこう普段走ってる公園でもですね、そのいろいろな人が散歩してますから、朝6時から7時にかけて、おはようございますって言うと、大体8割の人はおはようって言います。2割の人は何も反応します。でね、普通これはね、やっぱりなんか変なんですよ。で、ある最初の人間としての触れ合いは挨拶で始まるんです。で、皆さんぜひ覚えておいてもらいたいのは、何かあって、まあ、隣同士になるような、あるいは朝自分のコリーグのところに行ったら、グッドモーニングとかグーテンモルゲンとか、なんだ、シンなんとかとか忘れましたシンチャオ何でもいいんで、挨拶言えばいいんですよ。それがですね、会話の始まりです。で、それができたら皆さんはおそらく仲良くなる。で、ぜひそれをね、覚えてください。で、僕のところへある時学生が来て、先生、僕外国人学生と話したいんだ、なんとか間持ってくれっていうか、僕は嫌だと言いました。そこ行け、あそこ行って、あいつ、あの人にグッドモーニングって言って話を始めろって。で、彼言ったんですよ。そして、グッドモーニングって言ったら、おはようって言われて、あと日本語でずっと言っちゃったので彼としてはやや拍子抜けでしたけど、それから3時間ぐらい彼はその外国人と話してました。やっぱり挨拶というのは、人間と人間がコンタクトを始める基本的な行動なんですね。これはもうおそらく世界共通。これができないと次のことは始まる。それからその次、昔社交術という言葉が、今ありません。だけど私は会話術は必要だと思うね。なぜか、皆さんね、いい人間関係を作ろうと思ったら、やっぱり何を喋って、次にこの人から何を聞き出して、また次に行くかっていうことを考えないといけないんですよ。で、それを勉強しないといけない。で、この間、番外編の時やったけど、誰でもいいやね、私はいつも言う例は、そこで一生懸命ノート取ってくれてる彼女、ちょっと英語喋ってください。 Very short sentence、 簡単なことでいいです。ん？ Oh, you speak a very good English って言ったら何て言います？ Oh yeah、 これがベストアンサーです。あのね、大体こういう実験やると、多くの人はノーノーノーって言うんだよ。で、これはダメなの。なぜかっていうと、相手が褒めてくれたんだから、サンキューって言って
Yes, I learned English. I have learned English from my junior high school days. と言ったら、相手は次にまた褒められるんですよ。でも下向いて、No, no, I am very bad. と言ったら、なんかね、次が続きにくい。だから、やっぱり会話っていうのは相手との関係を楽しむわけですから、そういったことがやっぱりいるんです。で、その訓練をやっぱりやってほしい。で、パーティー行ってごらんなさい、外国人との。別に外国人というより僕は欧米の人だけ言ってるんじゃないですよ、アジアの人、僕はほとんど今アジアの人と欧米の人と同じ数だけお目にかかってますから、やっぱりアジアの人でもこれは欧米の人でも一緒で、パーティーなんか一緒になったら相手の国の話を聞いてあげてですね、で自分の意見を言い、会話を楽しむ、これが非常に大事だと思います。で、ぜひそれをやって